はい、マティです、フィリピン、マニラの海を見に行こうと思っています。ここを渡るのが試練けども、行けそうな感じですね。一方通行じゃないやな。はい、行きましょう。早く行ってください。はい、行きましょう。行けました。これ渡れるのか。早いぞ、車が。あった、あそこに横断歩道があるんで、あそこ渡るしかないですね。よいしょ。はい。お、ハロー、ブリッジ。ハロー、マイドー、イエー。ハロー。OK。I see you. Thank you very much. Yes. My sister is working in Japan, Nagoya. Okay, Nagoya. Oh. Next year I go to Japan.I'm Osaka. Osaka, yeah. Osaka. Yeah. Makamura-san, Osaka. Oh, Osaka. Ibaraki, Saitama, oh. Nagoya, Tokyo. Oh, very many, many, Tokyo, number one. Thank you, thank you. Number one. Thank you, thank you. No, no, no. Hey, hey. Okay. 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 Okay.はい、バシャッとボラボラね。行かない、大丈夫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 、綺麗なね、海を見たかったんですけども、ああいうちょっとね、怖いことされたら嫌ですね、嫌ですね。まあ仕方ないですよ、こういうとこ一人でね、歩きに来ちゃったんですから。しかし海は綺麗ね、見てください、こんなに海は綺麗なんですけどね。ちょっと洗礼を受けちゃいました。はい、ということで、どっかね渡りたいんですが、なかなか渡るとこないな。 OK、 もう危ないんでね、もうここ渡ってでも戻ろうかなと思っております。 OK、 今行こう。レッツゴー、レッツゴーね、モーターサイクルオンリーね。いやー、すげー怖かった、すげー怖かった。もうしゃあないよね、そんなの分かりながらやっちゃったんですから。そんじゃダメよ、ほんと。渡ります、渡ります、渡ります、渡ります。ということで、今何があったかと言いましたら、まあ、フィリピンのこの綺麗な海をね見に行こうと思いまして、ここの道路を渡って海沿いに行ったんですけども、馬車のね、お予備校の、おじさんが、私日本大好きだと、あなたフレンドだと、写真だけバシリ一緒に撮ろう、乗れ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 言うと強引に乗せられて、降りよう思ったら大丈夫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 ということで、ちょっとだけ走って折り返してくるよということを言われました。で、乗っててカメラ撮ってたんですよね。撮ってたら、こっからは撮ったらちょっと危ないから止めた方がいいよって優しく教えてもらって、まあ、カメラを止めて、で U ターンしました。そしたら、最初のところまで戻してくれたんですけども、まあ、そこでなんとチップをよこせというので、しかも1000ペソよこせという形で言われちゃいました。そのもん払えねえと、ほら金持ってねえと言いましたら、すごい剣幕で来たんですが、まあ、最後はだったら俺が金をやるよと、受け取れという形で、なんかよく分かんない展開でしたけども、まあ、ちょっと危険でしたね、危なかったですね。やっぱ分かってるんで、気安くああいうのに乗ったらダメだなと思いました。ということで、フィリピンの闇を実体験してきましたの巻でした。以上です。